会計やってる人ねみんなねお金大好き <laughs> お金大好きで毎回なんかこうあの私の恩師,恩師っていうかねあの偉い先生とか言われるんだけどお前はねずっとね金融とかやってきたのね金融会計とかやらないでねいっつも金にならないことばっかりやってるなって言われてる <laughs> 上原優子です。 はい、えっ、ー、と、会計とか、監査、監査論ですね。はい。営利のことをですね、プロフィットをどう上げるかっていうことよりは、あの、どうですね、社会に貢献していくのかっていうような形の組織の方が私はずっと興味があったので、なので、非営利のことをですね、主に研究してきたという形になります。まあ、昔から、まあ、あの、 大人になったら、社会に対して貢献をするものだ、みたいな感じのことはずっと思っていて、私が小さい頃とかは、あの本当に避難民の,あのお話とか、あの飢餓ので亡くなる人のお話とかが、いっぱい映像でこう流れているような状況っていうのがあって、そういうのを見ていて、まあ、ああいった世界を何か,何かこう力になることはできないんだろうか、みたいな気持ちっていうのが、ずっとあったっていうのが、 えー、元々の原点だと思います。今回の サスティナビリティ観光学部になった場合には、あの、会計の基礎的なことをまず学ぶということは、一つ私の,あの授業では取ることができると思います。でもう一つあの大きな柱としてあの、ソーシャルアントルプレーナーシップの授業があるという形になります。あの、ソーシャルアントルプレーナーの場合には、まあ、いろんな形態がありますが、例えば非営利の組織だった場合には、まあ、そこにですね、寄付が入ってきたりと。 とか、助成金が入ってきたりとか、まあ、そのですねあの、その組織の理念とするものに賛同した人がそこにこう資金を投入するという形になってくるので、あのミッションマネジメント自体は、 あの、英理の組織でも当然あることなんですけれども、より一層重要になってくるのがソーシャルアントレプレーナーだったりとか、あとは、まあ、非営利の組織なんていうのは、まさにそういったことが、まあ、あの中心になってくるというふうに考えていただいていいんじゃないかなというふうに思います。あの、いろんな可能性を考えてほしいし、あとはですね、あの、大事にしたいなと思っているのは、自分たちが世界を作っていくんだっていう意識をあの強く持ってほしいなと思って、 ってるんですね、私、あの、専門が会計とか監査ですけど、えっと、会計とか監査、まあ、あの、授業でやるときはもちろん覚えなければいけないことっていうのはたくさんあるんですが、あの、そういった制度自体も、じゃあその社会の中において、だんだん変わっていくものであったりとか、じゃあ変える、変えていったりとか、その社会に一番適応した形であるためにはどうしたらいいのかっていう改善も当然必要で、 覚えるというか、その知識で終わらせるのではなくて、今本当に何が必要なのかっていうことを感じな、ビビッドに感じながらですね。ビビッドに感じながら、自分たちが新しい時代を作るんだっていうような、そんな気持ちで、えー、授業を受けてもらえるといいなっていうふうに、そんなふうに思っています。 あの、ちょうどですね、あのー、日本にウクライナ避難民の方たちが、あのー、大勢いらしてるということで、今もう1700名を超えているということで、まあ、あのー、大変な中ですね、日本に来られたということで、どのようにそういうの方たちを支援していくのか、その、こちらに来られた方に対して、私たちがどうやって同伴をして、そして一緒に寄り添いながら、 新しいですね、生活にもう一度立ち上がっていただけるようなことが本当は大切で、それは、ここの APU の環境でね、学んだことっていうのが、きっと何かしら、あの、とても重要なですね、要素になってくるんじゃないかなというふうに思っています。会計の技術は絶対必要で、例えば、フードバンクの時に本書いてるんですけど、うん、何やってるかっていうと、フードバンクなんて現物寄付なので、そうすると、 しかも何ていうか機嫌がこう切れそうなものでしょで、それじゃあどういうふうに価値を評価すんのみたいな話なんて誰も知らないわけですよ。で、それは会計のプロでないとできないの。だからそれ一緒書いてあるんですよ、これ。<laughs> 会計学でしたら、早速もう自分のネットワークの中で、例えば語学を何とか学んでいって、 いいいただだけるようううににできなろか自分から動いてる学生がいたりとかあとですねまあ私のまあゼミ関係だったりとかすると実際にですねあのファンドレイジングのためにですねあの活動をしてこの春だけでですね70万近くですねあのいろんなところからお金いただいてそれ全部支援に回したということがあったりとかします。まあ、そういいいったあのお互いのことを思いやる ですねで。危機をです。そういったこう危機にあった人たちを絶対私たちは見捨てることができないっていう学生たちがいるっていうことはあの未来に対してとても希望を感じるというふうに思っています。あの普通のまず企業に一般企業に入るという人も多いと思います。でも私はその え最初からですね、えっ、ー、と、いろんなチャレンジをするっていうことだけではないと思っていて、あの、一般企業に入ることもとても大切だとは思っています。もちろん最初からチャレンジしてもらうの全然、大丈夫なんですけど、でも、あの、一般企業に入って、まず社会がどんな風に成り立っているのかっていうことを知って、で、今まで例えばその、 うん自分だったら興奮できるんじゃないかと思っていたことが実際にやってみたら難しいことってたくさんあると思うんですね。で、その社会での重みとかっていうことをいっぱい感じながら、じゃあ現実にだけれども夢を諦めないでこういうふうに切り開いていきたいんだっていうにはどうしたらいいのかっていうその粘り強さを えですね、この大学時代につけていけるような、そんな時代、そんなですね、時間にしてもらえたらいいな、というふうに思っているところではあります。PU に来てですね、最初の頃よく言われたのが、APU の学生は変人と呼ばれてる、呼ばれることが誇りであるっていう話をよく聞いたんですね。で、私結構それは、あの、いいな、というふうに思っているんです。あの、同じ同質の、同じようなことをしているっていう、 あの、日本人の学生って多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃなくって、チャレンジし続けるっていうような形をするっていうのは、まあ、言ってみれば外から見たら多分変人になったりとかするのかもしれないけれども、バイタリティがあって、絶対にここはやり遂げるんだっていうふうな意志を持ち続けることができるような、そんな学生に来てもらえたらいいなっていうふうに思っています。